効率でやっていきたいと思います。アリスタ回収しちゃうよ。これさ、契約する時間のせいでさ、礼に早くとつけないの終わってない？普通にもうこれ物資取られるんでしょ絶対。終わってんだよな。え、ポイント、なんダメなんだ今のってなんでダメなの？え、これ治ったのかと思ってた。アリスタが右の土地だ。見えるになったんだこれ。便利だね。味方が倒されました。便利な仕様になったもんだ。アウチ。本当だよ、わしらが若い頃はな、あんな見えんかったぞ。キル取られちゃった。牛で使うの強えよな。なんか使いやすくなってんな、カリスタ。え、いいやん。みんなもどう？よかったら。こいつ強いよ。豆、お豆さん。あ、危ない。味方が倒されました。彼らを退けることはできない。ウェブ食べてる。あれ、いっか、俺回収できるけど。でもタワープレート割れんの早ない？
方が倒されました。味方チームはドラゴンを倒しました。信頼こそ武器。移動中です。ウルト撃て。ほらキルスティー、キルスティー最高。最初のタワーが破壊されます。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。お、もうルナハリっていいかな。王権ルナハリでいいか。敵を倒しました。タワーが破壊されました。敵のタワーを破壊しました。豆、あ、なんか俺食らってる。豆大丈夫か。敵を倒しました。ダブルキューアンストッパブル。敵のタワーを破壊しました。てか ADTF なんだけど、あ、だから俺の早かったんか。牛。なんていいやつなんだ。敵のタワーを破壊しました。自分だけ助かることもできただろうに。トップレーンのタワーが攻撃されて、タワーが破壊されました。だからあれなんだね、回収してもあのカルマのW はついてくるんだ、そのまま。うお、芸術的。美しくね、今の。ええな。ボットレーンでタワーが攻撃されています。タワーが破壊されました。控えめに行って満点でしょ。なんかでもなんかいい引き抜いてる気がするのに、なんか引き抜けてないこと多いな。敵のタワーを破壊しました。敵のタワーを破壊しました。なんかもうなんか弱い者いじめみたいになってるけど。移動中です。必ず使命を果たそう。先ほど静か、まだでしててあのプレイ見たら全力で守りに行く。あの一人じゃなくて二人殺しに行くところね。セクシーでしょ。移動中です。うわ、よく降参しないな。いた。な。うわー、近い。そ、カルマの、カ
カルマのアルティメットでモルガナの Q 当たることある？まあまあチームは余裕か、さすがに今の運命だろ、運命力高すぎだろ。俺のこの帝王ステップで敵を全部投げ散らかしていこう。赤バフ消えてる。落ち着かんかい。帰ろ。テルミヌトゥ入る。テルミヌトゥ。あらありがとうございます。どうもどうも、僕です。僕と申します。ありがとう。誰だったんだろう。うおー、なんかスネ食らってる俺。あー気持ちいい。わー、うわ、ペンタ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 くれペンタくれ。ブワーかやろー。あー、どうもどうもどうも。ウブのやつか。敵のタワーを破壊します。バロンを攻撃、移動中です。アリスタ、かつてはそういう場所。先ほど静か、ペンタチームならず味方チームはバロンナッシャーを倒しました。なんで今のペンタじゃねえんだよ。乗り込めー。絶対乗り込んじゃダメだけど乗り込むぞー。こいつの無敵感すごいよな。ブーン、ブーン、ブーン、ブーン。これ何？うっちゃ、あ、こいつ離脱できるんだ。あれ着脱式だったんだ、あのドラゴンって。なんかワード的な感じでなんか受けんのかと思ったのに。着脱式だったんだ。
だから俺今赤バフ取った気がする、ついでに。ごめんね。すごいとこ飛ぶな。ゲームエンドじゃない、ゲームエンドでは。さすがにか。ああ俺だ、俺が強いんだ。わあ、ペンタ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 、試合の終わるとかどうでもいいんだよ。ペンタ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 くれ、ペンタくれ。ふう、なんでやねー、なんでやねー。やろ、ネクサスから退却。終わった。わらわらなんでやねん。ビクトリー、これぞ金さんの暴力。キャリー性能でも高いな、やっぱり。いやでもなんか E のさ、処刑の範囲とか見えるようになって結構いいと思うけどな。こんなアップデートが入ってたとは。でもなんか普通に敵を殴りつつミニオンキルした時にさ、 E のクールダウン上がんないのあれやめてほしいんだけど。いやどうなった時にならないかは分かったけどさ、なんかそのちょうど死ぬタイミングでミニオンに打つとダメなの、あれ直してほしいな普通に。本家だとできるのに。まあ、てことでご視聴ありがとうございました。せっかくカリッサのスキンもいただいてたんで、やってみようかなと思ったら最強でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくねー。